ロムは何の、アクティカルアドバンゲージもならない。いや、あのね、俺は逆の立場なのよ。俺は、要はロム戦でも大事なリスナーだっていうのを言ってたけど、その考え方と、それはそれで大切なことだと。配信者として大切なことなんだけど、結局、あんたが目指してるっていうか、和道さんが目指してる大手になりたいっていうのはそういうことじゃないっていう、もう的確な指摘だよね。もう耳が痛かったもん、俺。うん。で、それと同時に、やっぱ頭いいな、この人って思った。うん。その、コメント、アンチコメだろうと何だろうと、結局はコメント至上主義なんだと。だからみんなコメント数にこだわるわけでしょって。そこに対するこだわりがプロとしてないっていうことを言われてる気がして。あ、まさにそうだ。と同時に、その、なんつうの、大手にちゃんと彼女なんだけど、やっぱ俺のファンでもあるわけじゃん。だから、その、大手にしたいっていうのが伝わってきて嬉しかったね。はい、ワード2。すごいアドバイスだよね。どうなんだろうね。まあ、参考にはさせてもらうよ、もちろん。参考にはさせてもらうけど、俺が取り入れようと思ったのは、ロム戦も大事にしていくけど、やっぱり、その、ロム戦よりも、コメントを打つ人を優遇するような態度でいないと、今後先はないだろうなと思った。コメントをしてくれる人を大事にしていくっていう文化。俺はコメントをするやつを叩く文化だから、うん。コメントするやつを徹底的に論破して、もう二度と来ないようにするわけじゃん。コメントするのをビビらせるっていうかさ。じゃなくて、コメント打つやつをとにかく持ち上げて、いつかせるっていうのを、ちょっと習慣化しようかなと思ってるんで。うん、ある生主が、生主は配信を与えてるものだから、リスナーには媚びないって、ワドさんは。どうだろうね。俺はだから対等だと思ってるの。あの、リスナーと生主の関係は実はフェアだと思ってて、一番理想なのは、俺も配信で大手になりたいし、リスナーもこいつを大手にしたらどんなことが起こるんだろうってワクワクするような状況が一番ベストな状況だと思うの。要は晒し上げるっていう状態。こいつを有名にさせたらバカみたいで面白いなっていう。なんか、そういう、なんつうの、なんか、いたずら心みたいなのあるじゃん。それが噛み合った時になんかスパークするもんだと思ってるから。フラットにやってるんだけど、両方ともメリットがある状態がいいなと思ってる。ベストな関係だなって思うね。うん。そうだよね。配信盛り、ああ、その一言のコメントめっちゃ嬉しいわ。ありがとう。コメント打ってくれて。ありがとうね。うん。だから、そう、ロム戦はロム戦でいいんだけど、例えば、和道さんは一枠の中にロム戦が多分30人はいるんだと。割合がおかしいと。コメント打つやつ3人か4人ぐらいで、ロム戦が30人で、要は10対1の割合で配信やってるから、おかしいと、これは。ただ、そのロムセンさんが一言、ワドツって一枠の頭と、お疲れっていうだけで、どれだけ効果があるか分かってないと。だってそれそうじゃん。30人ロムセンがいるんだから、全員でワドツっていう、一言言うだけで、バンってこ、あの、ランキング、頭に行くわけじゃん。その習慣化ができて、あとは、そう、ローテーションの10人で回っていけば、ずっと10位以内には入っていけるんだと。こんなに美味しいことねえだろうっていう。だから、そこはリスナーに協力してもらわないとダメだよって言われた。もう、相槌打ってもらうとかが応援になるんだっていう。で、応援したら、この人がどんどんステージ上がってくんだから、見てて面白いじゃんって考えるような放送しないとダメだよって。だと思うってね、思うけど。まあ、生主は身を削るのは、それは役割だからな。芸人さんと一緒でしょ。体当たりしていかないとダメなんだろうね、うん、こびるはね違うよね。なんかさ、そのやっぱその距離感の測り方がみんな上手いんだって。リスナーさんとのやっぱどっかバカにしててもどっか会った時にはちょっとキャッキャしちゃうような存在じゃないとダメなんだって。でコメントでバカにしてたりとかこいつくだらねえとかそれでいいんだよって。でも実際に会った時にはやっぱちょっと芸能人じゃないけどちょっとした芸能人、なんかこう、会ってワクワクするとか、会って、ああ、和道に会えたって思うような存在にならないとダメだよって。あげまんだね、本当に。だから大手の天国芸とかまさにそうだよね。はい、和道ありがとう。だって仏教系の話が深くなっていくと俺もロムってくるもん。なんか怖いとね。それはだから、怖えよって言って、軌道修正してもらわないとダメなんですよ。やめとけ、和道って。
やめとけやめとけ、うん、だからまずは相槌と、分かんない時のもう分かりきった質問をしてくる、要はバカっぽいリスナーを集めろと。可愛いリスナーをとにかくかき集めたらお前は勝てると、うん、まあ挨拶はね、うん、してもらえると嬉しいしね、誰がいるんだとか何人いるんだとか分かるから、ヒット打てば塁に出られるっていう話で、そのヒット打つのが難しいんじゃん。そうなんだよね、そう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 、ヒットが打てるようになるまでどうするかって話なんだ。だから彼女がしてるのはバッティングフォームが悪いよっていうことだよね、多分ね。それじゃヒット打てねえよみたいな、どんな球来てもダメだよみたいな、バッティングフォーム変えろよって話だよな。でもね、俺でもハッと気づいたのが、その運百人運千人相手してる人でも10人の固定のコメント打つ人がいてくれたら配信回るっていうのを、そこに着眼点があるのすごいと思ったよ。リスナーの目線でも配信者の目線でも盲点なんだよ、そこ。そう思わない？実は10人の掛け合いできるコメント打ってくれる人、相方だよね、コメント相方みたいなのが10人いるだけで1000人の放送、1000人が見れる放送もあるんだよ。その理論ってすごくない？俺そこ見つけたのは神がかってると思ったよ、この人。だからその大手大手って言って周りから見ると1000人にしか見えないじゃん、数字上1000人ってあるとかコメント数何千とかだけど、実はその的確なコメントだったり的確な回しをしてるのはターゲッティングしてる10人なんだよね。それを時間割でループさせてるだけっていう、うん、あ、そうなんだ。ゆいがさんも言ってたんだ。うん。褒め飛ばされてるとき流れ込む軌道修正。はいはいはい。まずは運営が考えたニコ生の仕組み、システムをもう一度分解して研究する。そうだね。本当にそう。なんかね、キャスに行ったりとか FC2 行ってるから、なんかね、ニコ生のスタイルにまだ戻ってないっていうのはあるね。その、忘れちゃってるっていうか。やっぱコメントを稼いだやつが勝つんだよね、この世界は。うん、リスナーを追っかけるのはプロリスナー。ほうほうほう。名言だな、なんか。なんか不敬な。なんだろうね。リスナーを追っかけるのはプロリスナー。でもね、やっぱリスナーにもプロいるんだっていうのが分かった。それこそ彼女なんか長いわけじゃん。黎明期から見てるわけだから、その、いろんなやつ見てきたわけじゃん。で、嬉しいのがさ、本当は香川さん好きなんだよ。本当は香川さんが一番好きなんだけど、一番好きな配信者今和道だよって言ってくれるわけじゃん。押してくれてるわけじゃん。追い風にしないとダメだよね。キャスはコメント打ちづらいんだろうね、なんか。萎えるだろうね。なんか空気感が全然違うよね。俺ね、ゴロリさんは、俺ね、でもね、ゴロリさん生主として調子乗る前のゴロリさん、やっぱ必要だったよ。うん、超面白かったもん。プロリスナー目線のゴロリさん。要は、事件が起こった後の解説枠としてはもう超的確だし、その時のゴロリさんのあのワクワク感と生き生きした感じと、みんなゴロリを頼る感じが良かったのに、ちょっと色気出てさ、なんか生主としてさ、なんか色気出てきちゃったな。俺だ、絶対ダメだと思ったもん。あのね、顔出ししないで嫁さんに隠れながらこそこそ解説枠やってるゴロリさんの枠は必要だと思った。そう思わない？俺、ゴロリさん好きだったよ、枠。生主としてよかったもん、あのポジションが。うん。闇将軍が電話切られて怒ってた。お前が散々俺の電話切ってきたじゃんな。自分がやられて嫌なことは人にするなよ、じゃあ。おめえが散々俺の電話何回ブッチしてきたよ。ふざけんじゃねえよ。うん。そうなんだよね。裏方気質だよね。裏方の中では一番面白いと思ったよ、俺、ゴロリさん。別に大手にならないで欲しかったもん、ぶっちゃけ。累計来場がね、250とかでよかった。そのポジションが一番面白かった。あとたまに緑さんの枠に出るって、ちょっと的確なこと言ってくれるっていう、あのタクシー要員としてのゴロリさん。もったいねえよな。だから下手にね、理論とか頭のいい人だから、ぶっちゃけた話、あの人生主でもそこそこやってたと思うんだけど、結局ね、生主はハートが強くないとできないっていうことを理解してなかったんだよ。もう散々分かってたわけじゃん。ヘラルとかさ、女で不祥事起こすとかさ、ゴロリさん頭では分かってたんだけど、やっぱね、そこは、プレイヤーとしてはね、ハートがね、
修羅場をくぐるね、やっぱ根性座ってるか、よっぽどバカじゃないとできないんだよ。キャスではギリギリのラインのコメントを見ることがなくつまらんです。爪残したのが悪い結果の典型。あー、ゴロリさん、あの解説のポジションだったら戻ってきてほしいけどな、俺は正直。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。